水の引く木につくごとし。うつ病発症以来、読書体験が変わった。昔読んだ本でも違う味がする。いや、むしろ味がよくわからなかったが、噛めば噛むほど味わいが深くなることに気がついた。人間万事塞翁が馬である。歳は取ってみるものである。30代はしんどいけど40代から楽になるらしいよ、と40代の友達が教えてくれた。らしいよってお前は、まだなのかよとちゃんと突っ込んでおいたので、安心してください。確かに、若い時にした苦労以上の苦労はないだろうと高をくくっていたら、35、6でうつ病を賜り、驚愕した。一定の年齢を超えると、親の老化に加え自身の老化が課題として浮上する。加えて、子供の成長が乗っかっている方には、頭が下がりすぎて、頭が、ブラジル側に出る。身体的には勝手に成長するが、精神は育てなければ成長しない。年上を見ても、子供だなと思うこともあれば、俺が10代の頃は、こんな風に振る舞えなかったなぁ、と感心させられる若者もいる。幸か不幸か、うつ病によって一皮むけるどころか、ずるむけ東京上のクリニックスカパラダイスオーケストラ、となった私は、昔読んだ本も、朝吸う空気も、観葉植物も、老いの可愛さも、リアルになった。大学院浪人を始めた20代前半から、ずっと灰色だった生活に、色がついたといえば指摘すぎるか。もっと噛み砕けば、やっと生きている実感が湧いてきた。いや、子供の頃のように戻ってきた。水の引く木につくごとし。現代的に言うと、水は低い方に流れる。転職などの面接に行くと、必ず珍しがられる。大学院浪人して、フリーターをして、アイルランドという、よくわからん国とオーストラリアに、計2年いて、帰国後、1年半、先生をやって、コールセンター業界に身をうずめているのだから。おそらく、彫刻家にも中学校教員にも、塾講師にも、コールセンターの社員にさえも向いていない。最初から、転職や、使命に巡り合える方が稀だ。そもそも、そういうものに巡り合おうと、自分の人生に真剣なものもどれほどいるかわからない。もう7年目を迎えるコールセンター業界もいつかは、離れるんだろうなと思っている。建設的、好転的、前向きな意味で、転職するたびに楽になっている。単純に社会人力や経験値が増えているからというのもあるが、人材も水のように適所に流れていくものだと思っている。サービスが悪かったり、従業員満足度が低いと、客も人材も良き方へ流れていく。孟子の言葉は、私にはそのように聞こえる。低気に流れている時が、花かもしれない。このまま、流れに身を任せることは、何もしないことではなく、低気につくことの決意の連続だ。まだ、うつ病を克服したとは言えないが、復職できるまでには乗り越えた。乗り越えて得たものは、セロトニン的幸福と、生きやすさだ。聞いてほしい。困難を乗り越えた後、きっとあなたは、一皮どころかずるむけになる。アドラーは、人は、病気になりたくて、病気になるのだという。私もそう思う。心や体が上げた悲鳴に耳を傾け、あなた自身を、もう少し低き方へ誘ってみよう。